皆さんこんにちは、キスケです。ということで、ついにね、その公式がもうネタバレを公表しました。いろんなことに関するネタバレをね、公表したんですけども、それも嫌だっていう人はもう今のうちにブラウザバックしていただければなと思います。ネタバレはございます。まあでも公式からも出たんで、ちょっと僕も動画撮っていこうかなと思うんですけど、この鳥山明コメントっていう欄ですね、こちら、はい、ネタバレです。完全なるネタバレです。孫悟飯ビースト、これまで悟飯も結構変身してきましたが、今回新たに変身して、覚醒する必要が出てきましたと。少年時代の覚醒イメージをベースにして、ご飯独自の進化を遂げています。変身名も彼の中の野獣が目覚めた感じから孫悟飯ビーストにしました。デザインは怖い顔に青い肌、なんてのも書いてみましたが、どうもご飯のイメージとは違う気がして、結局よくそうするように、髪を大きく逆立てキリッとさせただけのパターンではありますが、これが意外に好評でかっこいいですね、なんて言葉を皆さんからいただきます。かえってちょっと恐縮してしまいました。正直これ以上変身されるとどんなデザインにしていいのか困ってしまいますということで、まあいろんなね呼び方があったんですよね。その公式からネタバレする前、覚醒ご飯であったりとか、アルティメットご飯2であったりとか、あと何あったっけな、まあ、なんかいろいろあったわけですよ。なんかいろいろあったわけなんやけど、公式に名前が発表されました。孫悟飯ビースト、ちょっとダサいのがいい。ちょっとダサいのがいいよね。まあ鳥山明ワールドというのか、でもその変身した姿はくっそかっこいいっていうね、はい、いう形になります。もう画像も出てますね。で、まあ、YouTube の方に新しい PV も出てるんですよ。みんな 見ましたか、僕は見たんですけど、まあ、その変身する瞬間とか、ピッコロの姿であったりとか、まあ、いろいろ出とったんで、まあ、ネタバレ嫌な人は見ない方が確実にいい PV にはなりますね。まあでも、個人的にはすげえかっこいい PV だったんで、見て損はないかなって思います。で次、はい、こちらオレンジピッコロです。オレンジピッコロも、画像とコメントが届いてると。無口でストイックなところ、僕の一番好きなキャラがピッコロです。今回こんなに喋って駆け回る姿っていうのも珍しいパターンですが、ピッコロが本格的に変身するのも、多分初めてじゃないでしょうか。確かにそうやね。神コロとかおったけどね、あれは変身っていうよりかはなんか全然見た目は変わってなかったんで、こちらは逆立てる髪の毛はありませんので、確かに、ごつくしてみました。それだけだと分かりにくい可能性もありますので、オレンジ色にしてみたのですが、それでもノーマルとの違いが分かりにくい場面もあるかもしれません。もっと大げさにした方が良かったかなとも思いますが、ようやく悟空たちに匹敵するほどの戦闘力を手に入れたことを個人的に喜んでいますと。オレンジピッコロというネーミング、センスのないピッコロらしいでしょ。いいね、いいですね。オレンジピッコロも、公式から正式にネタバレを、出したという形になります。まあ、個人的には見た目に関してはその悪魔みたいな、大魔王的な側面があって結構好きですね。かなりかっこよく描かれてると思います。その新 PV の方にもこのオレンジピッコロが動いてるシーンっていうのがあるんやけど、かなり良かったです。なんならもう映画見に行ってるんでね、かっこよかったっていうのは重々承知してるんですけど、かなり良かったよ。ただまあ、そのこのオレンジピッコロになった理由っていうのが若干若干不満ではあるんですよね。個人的には、まあ、それはどうやってこのオレンジピッコロになったのかっていうのは、
まあ、ぜひとも劇場で見ていただけたらなとは思うんですけど、まあ、かっこいいのは間違いないんですよね、まあ、だからぜひ見に行ってください。で次ですよ、はい、セルマックス、こちらのネタバレも出ておりました。ドクターゲロが細胞を操作して生み出したセルは恐ろしい強敵でした。今回孫のヘドがセルの設計図をもとに、天才ぶりを発揮して巨大化させより強力に作り変えたのがセルマックスですと。ただしマゼンタの強い希望での、製造なので思い入れはありません。完成すればそれこそブロリーだって勝てないような超人になる予定でしたが、無理やり起動させられ、制御の効かない怪物になってしまいましたと。独特しいカラーリングの、巨体で雄たけびを上げて暴れ回り、特に声優さんにはちょっとお気の毒でした。大ベテランなのに申し訳ありませんと。いいね、いいですね。まあセルマックスね、喋らなかったんですよね。喋らなかったの。暴走したブロリーみたいな声しか上げてなくて、そういうそのことでしょうね。うん。でまあ、うん、なんで第二形態なのかっていう理由もね、まあ、作中映画見てればわかるんですけど、まあ、ここにも正式に書いてますよね。無理やり起動させられたと。うん、で完成すれば完全体ですよね。完全体セルになればブロリーだって勝てないような超人になる予定だったっていう。惜しい。マジで見たいな。マジで見たいな。これ伏線なのかな、今後出てくるよっていうことなのかな。それもちょっとめちゃくちゃ気になるよね。かなり楽しみですね。ただ個人的には、うん、まあその 3DCG だからセルを復活させられたのかなっていう、いう気もするので、ちょっとどうなんだろう、今後の映画も 3DCG になり続けるのかっていうのは分からないんですけど、その辺も楽しみよね。個人的には次の映画の主役はベジータにしてほしいなって思います。まあそれはね、映画見てればわかります。すごい含みのある言い方やけど、映画見てれば次ベジータが主人公でも良くないかっていうぐらいのシーンがあるんで、それはちょっと楽しみやね。そして、かなり文字がちっちゃいんですけど、やっと完成作品を見ることができましたと。一言で言ってすごいアニメ映画です。まあ原作者がこんなことを言っても説得力がないかもしれませんが、本当に見ていて思わず後半興奮してしまいました。ジジイなのに興奮しちゃったんです。まあでもジジイだからこそっていうのもあるよね。僕はこっちだと思うんやけど、これまで宇宙などの大きなスケールを舞台にしてきたので、ちょっと原点に帰ったつもりで、今回は地球のほんの小さなエリアが舞台。しかも敵は、連載当時も大してインパクトのなかったレッドリボング。そんなことなかったけどね。さらに悟空ベジータも主役ではないと。面白い話にしたつもりではありますが、ちょっと地味かもしれないとずっと心配していました。さてここからが、児玉監督と優秀なアニメスタッフの皆さんの登場ですと。そんな近年のドラゴンボールにしては小さいスケールのお話を、類まれなセンスと新映像を駆使して、これまでにないすごい一本に仕立て上げていただいたのですと。特に後半土砂降りの雨のシーン、これすごかった。実際 3DCG じゃないと雨の中の戦闘シーンってクソ大変でしょ、描くの。僕はアニメーターじゃないのであまりあまりなんかめちゃくちゃなことも言えないんですけど、雨の中の戦闘シーンがマジで良かったね。うん、 CG だからこそ雨の中でこれほど動かすことができるのかっていう、うん、それが最高でしたっていうことが書いてます。はい。全部は読まないんですけど、という形になりますね。どうですか。まあネタバレが出ちゃったんで、まあ、僕が実況してるドラゴンボールレジェンドに絡めてちょっと話していこうかなと思うんですけど、確実に出るよね、レジェンズ内にはご飯ビースト、まあ、おそらくウルトラリアリティのキャラクターで出るんじゃないかなとは思うんですけど、めちゃくちゃ楽しみやわ。ただ当分先だと思います。うん、そのブロリーの映画が公開されてからゴジータブルーが実装したのもかなり先なんですよね。もうなんかそれこそ2年後とか
そのレベルなんですよ。って考えると、まあ、ご飯ビーストが出るのもおそらく2年後とか、それまでレジェンズがあるのかは正直わかんないですけど、そのレベルにはなってくると思います。どれほどの性能してるんだって感じですよね、2年後とかやったら。マジで恐ろしいんやけど、まあそれぐらい個人的には魅力のあるキャラクターだったんで、すごく気になります。こっちにもあんのかな、キャラクターの方に。さすがにないのかな、どうなんやろ。さすがになさそうか。なんかどっかにあったような気すんだけど、まあまあまあいいか、はい、っていう形になりますね。うん、かなり個人的には早くレジェンズで動かしたいっていう気持ちがあります。うん、でオレンジピッコロもまた一緒ですよ。うん、こいつもまあレジェンダリーフィニッシュにふさわしい能力があるのかって聞かれると、まあ、若干怪しいところはあるんやけど、それでもクソかっこよかったんで、すごい楽しみですね。うん、ただセルマックスに関しては出せないよねでかすぎてこれガンマ2号でしょ、だって拳サイズのガンマ2号っすよ、セルマックスで考えると。ヒルデガンみたいな感じで出すって考えると、それでも厳しいよな、誰から出てくんだっていう話になるんで、まあ、ドクターヘドが死亡時にセルマックスを呼び出して死亡時ダメージを与えてくるみたいな、そういう可能性もあるけど、まあ、当分ない話ですわ。うん、ただ個人的にはより一層、そのここでネタバレを出したっていうことは、そろそろスーパーヒーローのキャラクターもゲームに出てくるんじゃないかなと思ってて、それこそ潜在能力解放ピッコロとか、ここにいますよね、これ潜在能力解放ピッコロとかアルティメットご飯とか、その辺が出てもおかしくないのかなとは、思いますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。個人的にはね、すごくレジェンズの中で動かしたいキャラクター筆頭格になってるんで、皆さんももしレジェンズに実装したらこんな能力なんじゃないかっていうのをね、コメント欄に書いてっていただければなと思います。それではよろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。